怪我したんですか？足をくじいちゃって、1枚だけ湿布貼っても治らないから、もっと貼らなくちゃ。手軽に買える湿布も、れっきとした薬です。飲み薬と同じように、用法用量を守らないと、思いがけない副作用が出る時がありますよ。副作用って言っても、大したことないんでしょ？そんなことありません。臓器障害を引き起こし、吐血するケースもあるんです。2枚貼れば、飲み薬を飲んだ場合と同じ効果をもたらす湿布もあります。それを何枚も貼ってしまったら、飲み薬を大量に飲んだのと同じってことか。用法用量は必ず記載されています。湿布だからと油断せず、しっかり確認してから使用するようにしましょう。